メリカ海軍の新型水上戦闘艦建造計画 DDGX 計画は、その内容がかなりのベールに包まれているよね。まあ軍事機密だから仕方ないけど。そうだね。でも、2022年に早々にアメリカ合衆国議会への報告があり、およそ1万2700トン級の満載排水量を誇るイージス艦であることが判明したみたいだよ。今回建造される新型イージス艦、そのスペックはもう申し分ないものになるだろうし、あとは建造スピードの問題じゃないかな。アメリカの建造能力はやはり桁違いだから、中国のようにとりあえず作ればいいのように質を度外視するような建造は行わないだろうぜ。質も量も揃えた最新鋭艦艇が出揃うわけだね。これからのアメリカは中国に対してかなり強硬な姿勢に出るのかも。そうだね。今回は、そんなアメリカの動向も踏まえて、DDGX 計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。DDGX 計画については、2022年1月13日、アメリカ海軍は DDX-G ガイデッドミサイルデストロイヤーのイメージコンセプトを発表したよ。これは、このプロジェクトに関してアメリカ合衆国議会での報告を求められたことについて、その際の資料では最新鋭イージス艦の使用についても触れられているんだ。そもそも DDGX 計画は、現行のタイコンデロガ級巡洋艦とアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の、両方の艦艇を代替する新世代の艦艇を建造することを目標に進められているものなんだって。最初のうち、DDGX 計画では、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦を代替する目的がメインだったんだけど、アーレイバーグ級よりも大きな艦隊を持つタイコンデロガ級巡洋艦についても、代替することを決め、DDGX 計画において1+1の機能を持つ新型艦を建造することに方針を変更したってわけ。タイコンデロガ級巡洋艦は、1999年以降、アメリカ海軍が運用している巡洋艦だけど、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも全長が長く、排水量が大きい分だけ、大兵装を持ち艦隊機関性能を持っていることから艦隊には欠かせない艦艇の一つだったんだ。そんなタイコンデロガ級巡洋艦も、フラッグシップ艦であるタイコンデロガなどが艦齢20年を超え、そろそろ更新を検討せざるを得ない状況にあったよ。アメリカ政府は、今までもタイコンデロガ級巡洋艦の後継艦を建造しようとしていたんだけど、予算の確保が容易でなかったことで、実現に至っていなかったんだ。だけど、今回の報告によって後継艦の建造を断念し、アーレイバーグ級駆逐艦との1+1による後継艦の建造を進めるものになったと方針転換が見えてきたみたい。スペックで注目される排水量約1万2700トン級の艦隊。この規模は現行のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも大きく、ズムボルト級駆逐艦よりも小さいサイズとされていて、具体的にはアーレイバーク級の中でも最新型フライト 2A は、満載排水量9515トンであることから、それよりも大きなスケールとなって、タイコンデロガ級の役割を十分担えるのでないかと思われるよ。とは言いつつも、アーレイバーク級は現在も最終モデルが建造中であり、2023年から収益が予想されるフライト3が最終艦となるぜ。こっちは満載排水量9700トン、全長 160.0m、非兵装の VLS 垂直発射艦96セルというスペックになっているが、DDGX 水上戦闘艦はこれらのスペックを上回ることは間違いないだろうな。なお、アメリカ海軍はアーレイバーク級の初期型フライト1からフライト 2A で70隻以上、今後収益させるフライト3も12隻の建造を予定しているため、これらすべての代替にはかなりの時間を要することは誰が見ても明白だよね。これらの新造艦も含めて活用しつつ、切れ目がないように更新を行っていく。その際にはタイコンデロガ級の更新ペースに合わせて建造を進める。これが、アメリカ海軍の書いている構想なんじゃないかな。実は、DDGX 水上戦闘艦の前に、ズムボルト級駆逐艦が企画され、実際に建造が行われていたんだけど、このプロジェクトはなぜか同型艦3隻の建造で終了してしまったんだ。そもそも、ズムボルト級駆逐艦はその先進的なステルス形状と、搭載する対地攻撃用の打撃力の強力さが特徴で、湾岸戦争などの実戦経験を踏まえて最新鋭の兵装を搭載することになったんだけど、そのせいで1隻につき45億ドルのコストがかかってしまったことで、財政的な問題を抱えて建造計画に終止符が打たれてしまったってわけ。
このズムボルト級駆逐艦には、単装の 155mm 砲2機に変えて、レールガン電磁砲の搭載も検討されていたけど、アメリカ海軍ではレールガンの開発も中断しており、水上戦闘艦への同兵器の搭載は事実上断念している状態とされているね。レールガンを搭載する前提で建造されたとも言われているズムボルト級駆逐艦だっただけに、プロジェクトの失敗はアメリカ海軍にとって大きな痛手であったことは間違いないよ。だからこそ、今回の DDGX 計画を成功させなくてはならないよね。何しろ、アメリカ海軍のプライドがかかっているわけだし。そして、仮想敵国としてイメージしている中国に対して、有効かつ全ての面において上回る水上戦闘艦を建造する必要性があるよな。身長著しい中国海軍は、2020年から収益を開始した055型ナンチャン級駆逐艦をはじめとして、空母打撃群、原子力潜水艦を多数配備し、太平洋や南シナ海においてアメリカなど敵国より優位に立とうとしているもんね。数量的優位を目指すべく建造されたナンチャン級駆逐艦は、満載排水量13000トン、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの艦隊に主兵装の VLS 垂直発射艦112セルを装備しており、2022年1月時点で少なくとも8隻が建造されているものと考えられているよ。それまでの中国海軍の駆逐艦が7000トン級の満載排水量でかつ、VLS 垂直発射艦64セルが最大であったことから、攻撃力を高めた侮れないスペックになっているね。さらに中国海軍は、南ちゃん級駆逐艦を国産航空母艦、それを中核とする空母打撃群の艦隊防空を担う主力艦として活用する前提にしているんだ。今まで、太平洋において有効な空母打撃群を有していたのはアメリカだけだったわけだから、空母打撃群の運用を世界的にも独占してきたアメリカに正面から対抗する。これが中国の野望であり、実際に成し遂げようとしている行為なのかも。これだけのことは、冷戦期の旧ソ連でさえも実現できなかったわけだが、それほど中国の進捗は恐ろしいペースだし、アメリカをしてもそのまま感化するわけにはいかない状況と言ってもいいぜ。さて、近代の空母運用は空母打撃群というコンセプトで行われていることはみんなもご存知だよね。これは、有効な航空攻撃力を有する、ステルス性が有効な第5世代戦闘機などを搭載した空母軸に、空母の上空防衛や潜水艦攻撃を防ぐために、数多くの駆逐艦や巡洋艦を随伴させる。これが一般的に言う空母打撃群なんだ。空母打撃群を運用するには、空母だけが完成していればいいわけではなく、駆逐艦や巡洋艦、それに艦載する戦闘機など、パッケージとして運用できるだけの性能と経験を有している必要があるんだよね。中国海軍が空母打撃群を保有するのは時間の問題だけど、その連動についてはまだまだアメリカが優位だから、その優位を担保しているうちに DDGX 水上戦闘艦を導入するなどして、中国に対して上の上を行く対応が必要ってわけ。そして、日本の国防においても DDGX 計画は大きな影響を与えることは十分に理解しておく必要があるよ。海上自衛隊のイージス艦も、これまではアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとして建造されてきたため、今後の建造については DDGX 計画をベースとした新造艦の建造が進むものと予想されるね。海上自衛隊の最新鋭のイージス艦マヤ型は、1番艦マヤが2020年、2番艦ノアグロが2021年就役し、これにより26機中期防衛力整備計画で目標とされたイージス艦8隻体制が完成したところなんだ。でも、この国防はアメリカが日米安保条約で一緒に日本を守ってくれる前提で考えられたもので、日本の独力で他国の侵略から日本を守るには、明らかに戦力が足りなさすぎるんだよな。アメリカの顔色を見ずに、どんどん防衛費をアップさせて、どんどん最新鋭の艦船を建造すればいいじゃないかという声もあるんだろうが、アメリカは日本が独力で軍備を整えることを決して良しとはしないぜ。そうだね。飼い犬に手を噛まれるとは、日本のことわざの一つだけど、日本の軍備が伸長すると、アメリカが日本に駐在する意味がなくなるし、これも重要なポイントだね。日本だけではこの国を守れないから、アメリカにお願いして駐在してもらっている。このコンセプトが崩れてしまうと、中国や北朝鮮はアメリカの軍国主義を真っ向から攻撃し、北東アジアの軍事的パワーバランスを崩しにかかるだろうからな。2022年早々、皆さんはウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を目の当たりにしていると思うけど、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情なんだよね。ウクライナは、NATO やアメリカが一緒に戦ってくれると思っていた節があったのかもね。
でも実際には、それらの軍隊が支援をすることなく、ウクライナ軍はほぼ独力でロシアと戦っているぜ。日本は大丈夫だ、日米安保条約があるじゃないかという人もいるが、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。ウクライナの状況から、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないか。そして自分の国は自分で守ることを考え、行動しなくてはならないよ。DDGX 計画はあくまでアメリカの計画に過ぎないけど、中国や北朝鮮に対しては有効な威嚇になることは間違いないと思うんだ。この威嚇を、日本も恩恵を受ける形で行うのか、それとも日本独自の威嚇を考えるのか、2022年は、日本の国防にとって重要な一年になりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。